ここの前まで来て、もう2回鳴らしてきましたね、この車は。画像解析してもらえますか、警察の方で。ここからだとナンバーはわからない。世界のルール、法律、ストーカー行為法違反、人の自宅の前まで来て。君誰？いいよ、こっち側も同じやから。こちらも警察に、そこの春山整骨院に集まってきてる人間。どんな連中が来てるか調べてもらってる。で、あんたは本当に登記簿とかに名前載ってる役員の人？先ほど再会をその人が撮影、されてますけども、本当に会社に登記簿載ってる人なのかどうか聞いています、淡井圭介本人。だけどもその人を無言で答えない。で、誰がお金出してそこの建物を作ったんです？2003年には建物を解体したでしょ。笑ってるわ。挑発行為、民法でも刑法でもある。反応して出てきているみたいで、黒い車で、でこちらを、撮影し始めて警察に提出するって言い始めたんですけども、まあ、こちらも同じで今までの内容を警察に、通報しています。で、その男がその春山整骨院に本当に登記簿を、名前載せてる男なのかどうか、隣の助手席から出てきた女性がいましたけども、まあ、ちょっと距離的にも顔見えませんでしたね。うん、で、まあ、何が目的なのかっていうところで、ちょっとよくわからないですね。もともとスポーツ業界からのお金が流れてきて、それで建てたのか。で、2003年に建物を解体してるっていう話もしたんですけども、笑ってましたね。うんうんうん、顔でね、表情で。で、こちらは、まあ、撮影するライト、特に付け方も知らないんですけども、自分のスマートフォンで、まあ、向こうはこちらを照らして、撮影してますね。で、自分のこちらの名前名乗ってるんですが、向こうは名前名乗らず、うん、で、その動画を見てすぐ現れたんだったとしたら、うん、まあまあ漫画関係の動画だったんですけども、それかなと思うんですけども、バキか何かいう動画ですね。で、それすぐ出てきたから、この近辺に多分いるんでしょうね。で、多分何かあって、僕を潰したかったんでしょうね、その男は。きっと。で、もともとその春山整骨院の人間だったかどうか。で、あとはその男はどういうふうな形で以前警察官を犯して、淡井圭介を精神病院に入院させたかっていうことですね。うん、で、裁判所に聞きに行きましたけども、淡井さんがここ、近年で訴えられた形跡はないっていうことなんですよ。あ、そうなんですか。そう、だから、
1956年に売春防止法が出来上がって、でそこからそういう業界の人間ともだいぶいさかいになってる。でスポーツ業界に関しても、例えばエロ関係 の, そのスポーツ新聞を載せてるようなところに、なぜ自分たちの写真とかを載せることを許可出してるんだと、まあ、そういうふうなこともだいぶ言ってます。でそういうふうな業界からお金が流れてきてるんじゃないかと、そのスポーツ関係のところから。でただ、元議員とかの人間で名前を変えてテレビ出てる人たちも多いっていうのは分かっています。例えばレスリングの浜口京子っていう人が昔いましたけども、親多分あの田中角栄の娘さんの田中真紀子さんが母親なんじゃないですかね。で多分あの動画で僕のホームページからアクセスできるようにしたから、ちょっとそれはね、あの本人があのもうバレてるからとか何かそういうようなことを言っていて、で、まあ、その男はだいぶ今日撮影しに来た男は、その男元警察官ですかね、どうなんですかね、わかりますか。いや私に聞かれてもそれはわからないよ。いやまあ1956年じゃないですか、売春防止法が出来上がったの。だからそれまで政府情報総部とその裁判官も警察官も含めて、その誰が信用できて信用できるかなんか分かんないから、うん、まあ内容全部動画アップロードして、で、まあ、それでいいっていうことなので、まあ、動画、撮影してアップロードしてますけども、うんうん、まあまあ、業務スーパー前、作り直しましたけども、あそこもね、あの地区は20何年程度だったんですよ。で作り直す必要はない、人口はずっと減ですから。で大きく建物を作ってるでしょう。でその建築していた時のその人間、その現場監督と思われる人間、まあ話しに行って、ここはどうされるんですかと、業務スーパーって工業物産で、工業物産って陳謝発言してたからそれかなと思って聞きに行ったら、後から思い出したらその責任者として出てきた人間、松方弘樹って名乗ってた人間で、あの男もだいぶ無茶苦茶なお金の使い方してましたね。その個人的にヨットを所有していたりだとか、別のちょっと電話が入っとんでちょっと取れないんで、ちょっといいですか、そろそろ。ああいいです。あの今まで十分あのアクセスできているような内容で、こちら証言で照らし合わせていただいたら十分かと思いますので。わかりました。はい、はい、よろしくお願いします、はい。これがまあ1回目の通報で、その次の通報、淡いですけども、多分相手も警察に通報してると思うんですけども、相手の言い分ちょっと聞いてみたいんで、教えていただけますか。それ聞かなかったら話全くわからないんですよ。こちらからしたら正直スポーツの勝ち負けずっと関わらされてる。でそれによって、夜中明け方起こされたりとかはもともとあった。で人間とかも絡んでくる。でスーパーコンピューター系不枠も神戸市に設置された時のその本当の意味合いは一体何なのかっていうことも、その記憶だけは戻らないんですよ、長年。で何らかの話が神戸市立ホテルルルツパークで勤務してる時にはあったんですけども、それがちょっとね分からなくて、で相手の言い分、何のために僕を撮影ライトつけてまで撮影しに来たのかっていう、その辺ですね。こちらはその春山整骨院が出来上がってからどれぐらいの人間に絡みに来られてきているかとか、その介護職の人間とかね、だからその辺のこと分かっているのかどうかと、もともとそこで働いていた人間なのかどうかですね、もともとの経緯。その春山整骨院自体はもともと阪神淡路大震災の前、神戸市兵庫区にあったんですよ。東山商店街か港は商店街、みな市のあの辺りのどこかですね。阪神淡路大震災の後こちらに来たんでしょうけども、だどこがお金を流し込んでそういったものを作ったかっていうところまで、だからそこまではちょっとこちらも知りたいですね、本当に。
のお名前を教えていただけますか。今お電話に出ていただいている方。私ですか。はい。私若松と言います。ああ、若松さんですか、うん、それなんか用件あるやったらこっち来てもらって、ああ、い、うん、1時間後、いや、ちょっと晩ご飯買いに行ったりとかもあるんで、うん、1時間後ぐらいもう一回お電話させてもらっていいですか。うん、ちょっと、うん、言われてる内容がちょっとよくわからないんですけども。ああ、いや、そうじゃなくて、ごめんなさい、あの話長かったからですかね、うん、あの、いや、相手の言い分なんですよ。うん、なんかあのほんまに相談があるんやったらこっち来てもらって、あの聞きますよ。ちょっと電話でなるとちょっと長電話なんやったらこっち来ていただいて。あ、もう、ちょっとね、あの晩ご飯本当に買いに行かなきゃならないんで、一回晩ご飯買って、うんうん、実際あって、あの緊急があるんやったら110番してもらって、相談があるんやったら、あ、ね、あの、こっちもあの絡んでくる人間ものすごく数多いから、もう記録つけて、動画アップロード公開するような形で、物事を動かさなかったら、うん、各都道府県とか、うん、なんかそういう話もあるから、こっち来て、長くなりそうな話なんで、こっち来て、来てもらって、相談していただいたら、構いませんので。一応今ね、生活安全課誰になってます、私の担当。平田を外してほしいって言ったんですよ。平田はいいケースけど、殴ってきた、人間等にである可能性が非常に高い、うん、それもよくわからないんで、とりあえず相談は来ていただいたら、一応話を聞きますので。わ、うん、かりました、はい、ちょっととりあえず買い物行きました、まあ、これ一応通報しておけば、その絡んでくる人間はまず、うん、なかなかいないっていう形ですので、うん、まあまあ通報させていただきまして、一応晩ご飯購入したらちょっと若松さんのところにお話、うん、相談しに行きますね。うん、私一応交通課のものなんで、まあ、今日当直ついてるんで、まあ、実際 の相談の相手に慣れるかどうかちょっと分かりませんけど。あ、そうですね、お互い情報を回し合わなかった、うん、交通とか事故とかあったら出ていかなあかんので、ね、ああ、なるほど、分かりました、分かりました、うん、そしたらまあそういうわけで後で言わせていただきます、うん、はい、わかりました、はい、お願いいたします、はい、という内容なんですけども、まあ、買い物行ってから、有馬警察署行ってから気づいたんですけども、まあ、いつもの、まあ、以前と同じメンバー、まあ、もともと有馬警察署にいらっしゃった人たちだと思うんですけども、右手に座ってた方が、神戸市立ホテルフルーツアーパークで、1998年、9年あたり、7年ですかね、バーベキューコーナー、大体それぐらいの期間に、バーベキューコーナーに働きに来ていった、不走さんで、多分もともと春山整骨院が原因じゃありませんでしたっけ、何が原因でしたっけ、変わる変わるいろんな警察、結局警察官の方だったっていうことですよね。で、フルーツラパークでは僕は不走っていう名前で聞いてたんですよ。で、ただ髪の毛染めてましたんで、で、肌が綺麗になってたでしょう。僕より大分年上の方のはずなんですよ。で、あともう一人女性の警察官がいましたけども、その人も肌が極端に綺麗になってたんですよ。で、あともう一つは、まあ、ホームページに、2日前と昨日と、今日は休みにしておきますっていうことは一応記載してるんです。それはそれで、法律をコンピューターも、考慮して、行ってきている人間もという部分があるので、労働時間の件で、ね、その、あと、一月の休みの件で、一応、まあ、休みの日は開示していて、まあ、その、どこかで、何らかのスポーツは行われているので、で、まあ、今回だと、能登半島の大地震がありましたから、石川県の、その、チームに関しては、まあ、できるだけこちら頑張って、取り組むと、まあ、そういうふうな形でしたので、まあ、2日連続で雨だったので、まあまあ、その日石川県のその高校野球の試合がないのであれば休みということをホームページ淡井圭介の一番に記載してるんですね。で、こちらが実際的にどんな状況に陥ってるかって言ったら、例えばテレビの字幕欄で
昨日、例えば報道関係、あるかなと思って、まあ、録画しようと思って、番組欄を見るじゃないですか。そしたら、まあ、昨日休みにしてるんですけども、そのフィギュアスケートの世界選手権、まあ、その試合があったんですけども、それが字幕を見てしまうとどうなるかっていうと、今度そのスポーツの時間帯に、寝転んだりしていると呪いのようなものが体に入ってくると。で、まあ、かなり違和感がありますね。で、だから自分でその休日日を選べないで、休日らしい休日、その休みらしい休みだから、それ反応で多分春山整骨院のそのライトつけて撮影してきた男は動いてるんですよ。だから向こうはどういうふうなあの状況、何か体の中に呪いが入ってきただとか、その男ももともとフルーツラパークでその時期働きに来てるんですよ。で、これね、その春山整骨院のそのライトを当ててきて撮影してきた人間に向けてのメッセージ、もう本名は何かもわからないですから、本当に。その、僕は子供の頃が春山整骨院が存在するから、一代目ではないと思うんですよ。で、エネルギーの残存量問題だと思うんですよ。で、その僕もスポーツ業界に関しては縮小するべきであると、それは日本だけにとどまらずアメリカにも、申し出ています。それは動画で撮影しながらテレビを、で現場の方の人間に聞こえている状況で、相手があの聞こえている反応を見せといてもらわなかったのに、あのキリがなくなっている。大リーグに関してもその韓国で試合を始めたりだとか、そのエネルギーの消費、要するにガソリンの消費、国内で試合をしていれば、それだけエネルギーの消費は少なくて済んだのに、他国まで飛んできてると。で、距離も、地球の裏側ぐらいのあたりでしょう。で、キリがない。本当はアメリカも、30球団ありますけども、1チームは、カナダのチームですけども、まあ、その15球団に編成し直してもらってね、その規模を縮小してもらって、で、二重国籍とかで人口が増えてるように見えてるっていう状況なだけで、現実的な内容と乖離してしまってる。で、それはテレビの放送の仕方を根本的に変えなかったら、これはテレビを見れば見るほど情報番組を、あの真面目であればあるほど、そこの理由をつけて説明してもらわなかったら、みんなが誤解する、人口に関して。例えば日本の1億2000万人っていう数は、満州国と朝鮮半島と台湾を合併していた時の時期で、その後、第二次世界大戦の終了した後の、約5年後、1945年のデータでは人口がガタッと減ってるんですけども、その死体の お亡くなりになった方のカウントがある程度行き届いて、やっぱりこれ時間かかりますから、それでその範囲の国の人たちの人口は減ってる。だからその1億2000万人のもともとの数がその範囲の人たちなんですよ。だから日本人で今6000万人はまずいないと思いますね。それはもう住宅の件数見ても僕分かってますから。例えば三田市は、10万人っていうことを、10万人ちょっとっていう人口を発表してますけども、家の件数自体が1万件ぐらいしかない、絶対いません。高校の数自体が3校か2校でしょう、絶対ありえないです。で、そこから考えていくと、例えば高校野球の出場高校の数が今約3800校ぐらいなんですね。で、人口1万人に対してと考えるのか、まあ一つの高校で1年生から3年生までいらっしゃいますから、まあその3万人に対して高校野球が一つぐらいの計算だと考えると、人口3000万人台もありえると。だから表記してる人口と大幅に違うんですよ。4分の1か3分の1ぐらいですから、その実際に住んでる人がね、例えば3だし、で神戸市も同じで、で元々神戸市のその人口をもうその意図的にそのフェイクを使ってるわけじゃなくて、数のカウントの仕方が昔はそれその状態だったから、そこから物事を政府がどう動かしたらいいのかっていうところでしっかりとした判断ができていないんですね。で、
24の県は神戸市民より人口少ないんですよ。だから実際の表記よりもさらに人口少ないから、例えば沖縄県出身の、ボクサー、世界チャンピオン具志堅用高さんもそのボクシング生活を終えてからね、沖縄県の街の中いろいろ撮影、歩いてもらって、本当のところ人数どれぐらいいらっしゃいますっていう話で、いやそんなにおるわけがないっていうことを分かったっていうことは、おっしゃってました。だからそれは僕も沖縄に友達とその米軍基地が本当にあるか、その戦争のフェイクニュースがあるでしょう。それが元で友達とそのオートバイをフェリーに乗せて、沖縄、一番北の方までは行かなかったんですけど、まあ、大体のところ回ってみて、で、ああ米軍基地は本当にあったんだ、まあ、六法全書でもあの第二次世界大戦は書いてあるからその話は本当だっていうところまでは、分かって、で後から人口の件は後から気がつきましたね。やっぱり沖縄県神戸市民より人口は少ないで、神戸市民は140何万人とかそのような表記ありましたけども、どう考えても100万人いません。4分の1か3分の1ぐらいです。家の件数見た方が早いですね。神戸市北区だと家の件数自体が5万件ぐらいかな、5万件あるかな。唐戸台唐戸町でだいたい集合住宅あるから、2000何件なんですよ。ただ空き家いっぱいありますよ、一軒家の中もね。で、藤原台北町南町もそこも集合住宅はある程度あるから、2000件ぐらいで、有野台とかも集合住宅があるから、2000ちょっとぐらいですね。で、有野中町に関しては途中からだいぶ住宅増やしてますけども、空き家も多い。その中で1000件ぐらい型どうなんじゃないかなと僕は見ています。北新星話題は1000件あったかななかったかなっていうぐらいですね。だから全部足してもこの辺り一帯、あと鹿野古代もそんなに大きくないですね。2000件はないですね。で、神津台もそうですし、であとはもうちょこちょこっと家が点在していて、そこから南の方は、大池もそんなに家多くない。で、花山に関しては集合住宅あるから、2000件超え。なんとか台なんとか台ってついてるところって、あの一軒家プラス、あとは集合住宅はどれぐらいあるかで2000件超えれるかどうかなんですよ。だからその集合住宅がなかったら2000件絶対超えないんですよ。それビラ巻きで、持ち出し枚数とか持っていって巻いてるから分かるんですね。だから今の数を聞いてもらったら、他にももちろんあの鈴蘭台の周りとかありますよ、あるけども、そのあたりもそんなに多くない。若葉台とか、北鈴のあたりとかも西鈴のあたりも、だ家の件数がだから5万件ぐらいだとして、そこを空き家とかを引いて実際人が住んでるところが5万件あるかって言ったら、ない方が可能性高いですわね。極端に空いてる家の数多いところ多いですから。だからその例えばちょうどその男が絡んできたのは、その以前と同じパターンで YouTube で、その時もね、昔バキの YouTube を見ている時に絡みに来てるんですよ、その春山整骨院の男。黒い車で全身黒ずくめでしょ。大体あの悪いことしてる人間ってその性質って結構当てはまるんですよ。これ髪の毛染めてるとか他にもいっぱいあるんですけども、あの耳にピアスだとか、あとタトゥーだとかで、それだけでもちろん物事を判断しちゃならないんですけども、最終的にはもう行動っていうことになっていくんですけども、だから行動がああいうふうなことを何回も何回も仕掛けてくる、挑発行為、ストーカー行為違反で、だから向こうもね、その辺の話一回聞いたことあるはずなんですよ、フルーツラーパークで。で、それでもなぜ同じような行動をしてしまうかって言ったら、多分自分で覚えてないと思うんですよ、こちらの状況とか。で、最終的に話詰めていったら、いや、あなたたちが悪いんでしょって、そこに新しく、春山整骨院を作ったあなたたちが悪いんでしょっていうことになるんですよ。で、昔の彼らの言い分は NPO はどうだとか、そういうふうな言い訳をするんですけども、NPO ももともとあんまり良い人間いない。
戦後間もない頃と錯覚してる、だからフェイクニュース、戦争関係のものを放送してるっていうところと当てはまっていくと、だからテレビ局云々の人間と関わってくると、大体の人は結局お手上げ状態になるんですよ。税金まじりだから。で、かたやそのスポーツ関係のことに関して、僕も対処のしようがないんで、その僕もその寝転んでね、その動画見てただけで呪いの方が体の中に来てるから、僕もその状態嫌だし、例えば報道を見た時に背もたれ使っただけでもそうなりますから、だからその辺のところで、相手が何と言ってるかっていうところ、なんか向こうはなんか通報するとかそういうふうなことを言ってたんですよ。いや、だからあなたたちがしてたこと、その自動車業界も含めてなんですけども、エネルギーの残存量問題とか、世界で最優先の課題であって、そんなにお金に走っちゃダメだっていうことを、理解していただきたいのと、あと僕もスポーツ業界側の人間にある一定の人たちは見えてたんでしょうけども、そういうわけでもない、スポーツ団体は縮小してほしいの方なんですね。で、具体的な内容も述べてますし、例えば J リーグだったら、2リーグ12球団、その点在してるその地方とかもいろいろ考えて、例えば南から北に向かってシーズン開幕した巡業、移動距離を短くする、どちらにしても経済原理的にもこれどちらにしても無理ですから、採算合わないですから、スタジアムの建設費用とかを考えたら、サッカーの世界は。だからまあ野球ぐらいになっていくんですけども、本当はプロ野球球団も、日本も、セ・リーグ、パ・リーグ5球団ずつに編成し直して複数本拠地制度で、スタジアムが老朽化したらもう解体して終わり、最後まで残ってたスタジアムで、まあ、試合してたらいいと。もうその頃だったら本当の人口ってずっと縮小傾向ですから、今の本当の人口は仮に4000万人だとするとしますよ。そしたらもうね、100年後ぐらいの話ですから、その全てのスタジアムがね、老朽化して解体する時期になったら、もうその頃人口もっと少なくなっていまして、で、そこその時点でエネルギーの残存量があるかどうかなんですよ、石油。僕は若い頃で技術的採掘可能埋蔵量69年分で、2011年のデータで59年分、2022年のデータで54年分、ロシアは1万5000メートルまで掘ってるっていうことを、インターネット上のニュースでは出てますけども、もともとみんな学校でも習いましたけども、アメリカ、中国、日本の順番だったじゃないですか、石油の消費量、エネルギー、石炭とか全部含めてですよ。その一番まあ戦争たくさんしてたのはアメリカで、まあこれはアメリカを非難してるんじゃなくて、昔から結構車が走っていた第一次世界大戦ぐらいの頃から、だから石油の消費量っていう、まあ高いビル建てたりしてたのもアメリカでしたし、だから石油の消費量はアメリカが一番多かったんですね。で、じゃあ石油の採掘可能埋蔵量は残り11年なんですけども、これは、約10年ぐらい前のデータと同じなんですよ、2022年のデータ。これ何してるかって言ったら、掘削地点をたくさん増やして、で、深く掘って、なんとか11年で横ばいにしてるだけで、いずれ限界点が来るんですね。で、それはそんなに遠くない話であって、それは世界の全体の技術的採掘可能埋蔵量の方を見てもらったら分かるんですよ。もう追いつかれる寸前、最後の最後まで石油売ってくれるわけないんですね、産油国は日本に。だからそこまで分かってますかっていうことであって、無駄に車走らせてきてる時点でその人は分かっていないから、まずそういうところからその警察官の方が伝えてほしいですね。だからそれは、まあ、全て の自動車メーカーの人たちもそうですし、建設業界もそうですし、だから生まれてきてる人の数が極端に少ないのに、男性と女性で今の日本の国境内で10万人ずつくらいしかいないのに、僕のホームページ淡井圭介の履歴のYouTube 一覧表で建て続けてる建物っていうことで、12階建てぐらいかそれ以上のビルを撮影して歩いてるんですけども、神戸市の中央区のごく一部分で自分が何か用事があって歩いていかなきゃならなかったりする近隣のところをちょっと撮影してるだけなんです。それがもう神戸市全体で広がってるんですよ。で、もともと僕は
その子供の頃と比べて人口減っていっているのに、その頃そんなに高い建物はなかったのに増やしてるんですよ。だから当然空き家だらけになります。回転もいません。だからこれは警察官の、全警察官の方に知識として持っていただきたいし、建てるだけ無駄なんですよ。エネルギー消費して終わりなんですよ。建てるも間違えてます。メタンガスを抽出する、生ゴミの貯蔵庫と、あと抽出する装置を横付け、まあそういうものを作らなきゃならないのに、ただひたすら高いビルを競って建ててるみたいで、まあその YouTube のニュース見ていたら、まあアベノハルカスが一時期1位だったじゃないですか。でその後東京か神奈川県で日本で一番高い建物が出来上がって、まだあと2つ何か建設計画中のものがあるみたいなんですよ。もう話めちゃくちゃですね。それ建設計画で止まったのかどうなったのか、ちょっと僕も分かんないですよ。それ中国でもそういうふうに高いビル建てようとしていて、途中で建設工事をやめさせたっていう中国のニュースとして流れていたのは知ってるんですよ。形の形状が同じなんですよ。で下の方がちょっと細くて、中間が太くて、上の方がまた細くなるっていう、ちょっと変わったビルの形状なんですけども、だからそういうことも含めてね、車で乗りつけてる時点で分かっていないんですよね、その男は。だまあそういうことを含めて、髪の毛、まあまあ警察官の機能、その不動産とかだったら、まあ髪の毛染めないように海洋基本法違反ですから、でまあまあ自分の方でまた撮影して動画アップロードしますけども、まあ動画は48時間その一旦アップロードをやめといてくださいみたいな形になっていて、だからそれは僕の状況を踏まえて、その休日日を作らなきゃならないみたいな形でそうした可能性が高いんですね。それでまあ僕は動画のアップロードの件に関して、ああいうふうなことを記載して、後から調べたら、あ、48時間後になったらまだアップロードできるのかと。だからまあそういうふうな状況ですね。まあ、だから今日ぐらいからまた動画アップロードできます。以上です。